こんにちは、ヘルバスファームです。今日も動画のリクエストにお答えしていきたいと思います。リクエストでアガベの水やりのタイミングを教えてほしい、水やり直前の状態を見せてほしいという声をいただきました。水やりのタイミングについては以前別の動画でご紹介しておりましたが、実際の株の様子はお見せしていなかったので、今回はそろそろ水やりをしようかなと思っている株の状態をお見せしつつ、僕がどんなタイミングで与えているかなどをお話ししたいと思います。もちろん環境やどんな株に仕立てたいのか、また株それぞれのコンディションによりタイミングは変わってくると思いますので、参考程度にお聞きいただけますと幸いです。またあくまで僕のやり方ですので、このやり方が正解というわけではないことをご理解ください。では今回の内容としては、まずは株の状態チェックとして水やり後の状態と水やり前の状態を確認すると、株の状態の変化が分かりやすいと思いますので、比較しながら状態を見ていきたいと思います。そしてその後、水やりのタイミングの見極め方について僕なりの考え方を共有させていただきます。また締めるために水を切っていたところ、水やり前に赤みが出てしまったりシワシワになってしまうという声もいただきましたので、その改善案などもお話しできればと思います。では今回も見ていきましょう。株の状態を見ていく前に、僕が基本としている水やりのペースについてお話ししておきます。ちなみに今回お話しする内容は室内管理株を対象としていますので、屋外管理株の水やりはまたやり方が異なりますのでご注意ください。先ほどもお伝えしましたが、何日に1回というのは環境によりコンディションによりまた仕立て方により異なりますので、こうすれば良いとは言えません。とはいえ僕の場合はだいたい2週間に1回を一つの基準として水を与えるか与えないかを判断するようにしています。というのも僕はアガベのリースをしていますので、リース先で特に何もしなくても美しい状態を維持できるのが理想です。1ヶ月程度与えなくても特に何か問題が起きたことはありませんが、日々状態を確認できないリース先であまり長期間放置するのはさすがにちょっと怖いです。そのためいろいろ試してみて、現状何か問題が起きることなく放置できる期間が2週間に1回と判断し、それくらい水を与えなくても持つように環境を整えました。そんなこんなでちょうどこちらの株が前回水やりをしてからちょうど2週間経過した状態ですので、この株の状態を見ていきたいと思います。では水やり前のこのヒメゲンリュウの状態を見ていきたいと思います。ちなみにこのヒメゲンリュウは1年中室内で管理している株になります。では水やり後の株の状態と現在のこの株の状態を比べていきたいと思います。正直大した変化はありませんが、水やり後の株は葉が開き、葉に水分が入り始め、肉厚な葉に戻り始めています。一方現在のこの株の状態は、下葉にシワが入り始め、葉は内巻きになりつつあり、水が不足してきていることがわかります。当然土はもうすでにカリカリに乾いています。とはいえ水を切ってがっつりと光は当てていましたが、その状態でも特にストレスカラーが出ているわけでもなく、水不足で下葉が枯れてしまったということもありません。むしろ今くらいの状態の方が葉が詰まりつつあり、観賞面においてはいい感じになってきたかなと思います。
この後さらに締めて楽しみたいという気持ちもありますが、この株に関しては今後リリースに出す予定もありますので、この問題のない状態で僕は与えるようにしています。ここまでお話ししたようにタイミングの見極め方はやはりそれぞれの環境ごとに判断するしかありません。ただそれでは何の意味のない動画になってしまうので、僕なりの考え方を共有させていただきます。何より大事なのは、まずはご自身の栽培環境の光と風のバランスを把握することだと思います。以前もお話したことがありますが、光や風などの環境を整えられるのが室内管理のメリットです。そのためそのメリットを生かし、どのような環境で育てるのかをまず決め、それに合わせて光と風の強さを決めていきます。そしてその2つのバランスを整えたら、今度はそれに合わせて水やりの回数も調整していくだけです。どうバランスを整えればいいのかわからない方は、光、水、風の三角形をイメージしてみてください。その三角形が正三角形になるように整えていくと、理想の環境を整えやすくなるかなと思います。例えば強い光をガンガン当てて育てたいのであれば、それに合わせて残りの2つも強くする。僕のように変化をあまり起こさず長期維持を目指すならば、コンパクトな正三角形を作るようにするなどです。そうして一度光、水、風のバランスを整えてしまえば、室内管理の場合は屋外管理のようにつどつど状態を細かく見る必要はなく、土が乾くスピード、株がしぼんでいく間隔もそう変化はありませんので、水やりのペースも一定になっていきます。しつこいですが、せっかく安定した室内環境で管理しているならば、そのメリットを生かし自分なりの水やりのスケジュールを決めてしまうと、自身の管理も楽になりますし、植物にとっても変化が少なくいいのではないかというのが僕の考えです。よく締めるために水やりの間隔を空けようとしたところ、株に赤みが出てしまった、シワシワになってしまったということを聞きます。それは水やりの回数に対して光と風が強すぎるからだと思います。締めて育てるには強光と風が必要と言いますが、水やりのバランスと大きくかけ離れてしまうと葉焼けなどのリスクも高くなるので注意が必要です。強光管理は慣れた方であればいいですが、それでうまくいかないという方は、水やりの回数を減らしたのであれば、それに伴って光と風も弱めてみてください。先ほどお伝えしましたが、光、水、風という三角形をイメージして3つのバランスを整え、コンパクトに管理することを意識すると、成長は緩やかになりますが、失敗も少なく管理がとても楽になると思います。加えて水やりの間隔も長くなるので、その分整った形を長期間楽しめるというメリットもあるかなと思います。今回は水やり前の株の状態を確認しつつ、水やりのタイミングについて僕なりの考えを共有させていただきました。何より大事なのは、まずご自身の光と風の環境を把握することだと思います。そのバランスに合わせて水やりの回数も調整していくと、失敗が少なく管理できるかなと思います。では今回はこれで以上です。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。